駿河大学のキャプテン中田壮太選手です。お疲れ様でした。本日の試合を振り返って仕事をお願いします。まあ、第2クォーターに1失点してしまって、まあ第3クォーターで1点取り返して、まあ、自分たちもいい流れに、まあ、ムードで試合進められたんですけど、まあ、そこで得点チャンスがありながら、まあ、できなかった、まあ、得点しきれなかったっていうのが一つは反省点出てたので、明日はその1球1球大切にして決めきれるところを決めるっていう課題が出たので、まあ、それはそれで反省していきたいなと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。